オスカー・チャールストーンは1910から1950年代にかけてアメリカ合衆国のニグロリーグで活躍していた野球選手。現役時代の主なポジションは中堅守、インディアナ州インディアナポリス生まれ、左投げ左打ち。そう、こう、守るに優れたニグロリーグのスター選手で、選手、監督として約40年の間ニグロリーグに関わっていた。 チャールストンは1910年に14歳もしくは15歳でアメリカ陸軍に加わりフィリピンに派兵された際に野球を始めたという。故郷インディアナポリスに戻った1915年に地元の野球チームに外野手として加わる。彼は持ち前の足の速さを生かし当時活躍していたトリススピーカー張りの極端な全身守備を敷いていた。 1916年、シカゴアメリカンジャイアンツとのブラックワールドシリーズに出場し、所属していた ABCs をシリーズ制覇に導く活躍をした。当時は優れた総力に加え、攻撃性を剥き出しにした走塁スタイルと短気な性格が相まって、チャールストンのプレーを見た人の多くは、彼をタイカップと比較したという。 その後何チームかを渡り歩いた後、1920年に、ニグロナショナルリーグが創設された際、チャールストンはリーグを統率していたルーブ・フォスターの戦力金工作に従って、シカゴを離れ、インディアナポリスに復帰する。1921年には、セントルイスに所属し、50試合で79安打、3塁打10、14本塁打、28盗塁、打率、426と、 5つの部門でリーグ最高の成績を挙げた。1924年、1925年はイースタンカラードリーグのハリスバーグの監督兼任選手を務め、1925年には打率445でリーグ首位打者となり、チームをリーグ2位まで押し上げた。1930年にはスモーキー・ジョー・ウィリアムズ、ジュディ・ジョンソン、 ジョシュ・ギブソンらが所属するホームステッド・グレイズの一員となるが、1932年にチーム所有者の意向で、チャールストンはピッツバーグ・クロフォーズに移籍させられることになった。ピッツバーグには1938年まで在籍し、1933年から1935年には、ニグロリーグの東西オールスター戦に3年連続で出場。 また監督としても1935年にクロフォーズをニグロナショナルリーグ制覇に導いている。1940年代以降は主にフィラデルフィアスターズの監督として過ごしたが、その傍らで1945年にブランチリッキーが整備したマイナーリーグのスカウトとしても働いていた。1954年10月にインディアナポリスクラウンズの監督在任中に 脳卒中で倒れ死去。1976年にニグロリーグ特別委員会によりアメリカ野球伝道入り。ありがとうございます。